こんにちは、健次郎です。第12回ダーツの旅 in 厚別、今回はここだ。それではこちらに行ってみましょう。それでは向かっていきたいと思います。いや、新しい。ちなみにスタート地点はここは、スタート地点は体育館前だね。うん、じゃあ寒いですが YouTuber なんで頑張って歩きます。久々ですね、ダーツの旅。そうだ、ダーツの旅ってさ、めっちゃやってる気がするけどまだ12回なの。まあまあスパン空くよね。ダーツの旅までの夏の回数が多いから。確かにすごい撮った気がするんですよ。なんかさ、冬はさ寒いから歩きたくない感がバレバレだよ。最近視聴者の人にもさ、飲食店行って、あの、もうすでに着いてます多くないって言われる。道順っていうかさ、歩いて行かないんだってめっちゃ言われる。歩いて行くとかじゃなくて、たまたまこの店行きたいなと思ったらたまたまそこにいたの。自分の意思とは無関係歩いちゃってるね。あ、ちなみにあの、ここがあの鬼横でリノちゃんが捕まった。あ、ここあの怪我したここで僕はあの膝やりました。鬼横の撮影やった時懐かしい。体力的にマジでしんどかったです。もちろん概要欄に貼っておくので、まだの方はもうぜひ見てください。特に厚別区にお住まいの方がお知り合いとかに来たら、ぜひ広めてください。健次郎チャンネル1番、2番が争う超大作なんで。めっちゃ喋りづらいこれ。確かに。大学のさ、学食とかも行ってみて。そうっすね。これ普通に入れるもんなんすかね。活動したことないけど、なんか生徒以外はダメみたいなのもありそうじゃん。札幌学院大学の生徒の皆さんの食べれるよってぜひあのコメントで教えてください。ぜひ密着したいと思います。最近10代20代の視聴者さんもね、うん、少しずつ増えてきてるから、あのコメントください。で、あのぜひ来てくださいも教えてください。で、そこが一番結構そういう言葉欲しい。なんならこれ食べてくださいも欲しいですよね。あ、それめっちゃいい。これ一番美味しいんだみたいな。それいいね。そもそもコスパがいいからさ、うん、それにプラスでめっちゃさ美味しかったら最高だよ、うん、確かにこうやって見たらめっちゃ綺麗ですよね、うん、夜めっちゃ綺麗ですもんね、学院内。そう、そこのガラスのところが全部スケルトンみたいになってて、なんか中の間接照明バーって。夜こっち側この辺歩くことほぼないから、うん、全くわかんない。青少年科学館もさ、今改装中、リニューアルしてるからさ、結局リニューアル前には行けなかったから、リニューアルしたら速攻行こう。そうっすね、速攻。あの、伝説の休館日の時ガチでしたからね。あれ TikTok にしか上げてない。ぜひあの TikTok もね、あの概要欄に URL 貼っとくので、あのぜひ探してみてください。伝説の休館日シリーズ。ちなみにこちらのガソリンスタンド、5年ぐらい前の胆振の地震があった時の停電とかだった時にガソリン入れに来ました。普通にやってたんですか。普通にやってて、もう大行列で1台2000円までって決められてた。本当に車持ってる人はガソリン半分になったら絶対に満タンにしといた方がいいです。災害とかあった時に車ってマジ役立つ。ここ南郷通りですね。南郷通り、南郷通り、ちょうど厚別の大きい道路の3本のうちの1本、うん、南郷通り12号線274号線喋れ。いや、うんうん。いや、でもあの正直分かんないから。だよねっていううんうんでしたね。あの、自信ない時喋らながち、喋なんだっけ、喋らながち、喋らながちってなんか変ですね。詳しくはこちらです。雪祭りのね、動画を見ていただいた方は分かると思うんですけど、エンディングの方で僕札幌に住んで18年ぐらい経つんですけど、
いや来たのが2回目なんですよねって言ったら、トモさん何も喋んない。俺の中でちょっと面白いなと思ったら、トモさんいやそうなんだかかっちゃった、多分花むさせ、めちゃめちゃ美味しいです。お店の中もすごく綺麗で、パスタもおかみさんもめちゃめちゃいい人です。この辺って行ったことあるようでないところの方が多いんですかね。マジであると思うよ。ここは厚別通りか、ここは厚別中央通りかな、中央通りだったはずです、住所的に言うと厚別南2丁目です。クリーニング屋さんとコインランドリーがあって、その隣にあのデリバリー専門の寿司海鮮丸さんがありますね。住宅リフォームの、うん、歯医者さん、三浦歯科クリニックで焼き鳥大吉さんがあって、焼き鳥大吉さんめっちゃうまいっす。最後に来たの何年も前だけど、なんかすごい美味しかったイメージしかない。あ、ここ屋か、ここ屋さん、ジャムっていうか予約制みたいな。おお、すげえ、ここ屋で予約制って珍しい。フライスで麺で、で、味噌バリ。やっぱ、結構この辺も飲食店たくさんあります。あるよね、ここある。みんながみんな知っているクッキーなんですか。うん、クッキーで、札幌コーヒーかな、みんな知っているね。ニューマー有名です ね。夜の業態って僕ら取れないじゃないですか。そうだよね、そこがね、ちょっとね、スナックとかで撮影してみたいよね。いや、おもろいですけどね。ママが一人でやってるみたいな、うんうんうん、カウンターとボックス2席ぐらいしかないような、うんうんうん、どんな撮影するのか全然分かんないけど。いや、確かに地方とか行ってやりたいですけどね、なんかの企画とかで、ね、なんか田舎の行ってみたい、あっけしのスナック行ってみたいみたいな。あ、ないんですかそういうところ。いや、あるあるある。でも行ったこと一回もない。じゃあ逆にいいっすね、うん、しかもワンチャン同級生とか働いてそうだし。ああ、行きません。あの同級生めっちゃコメントくるかもしれないですよ。そこは行けよみたいな。同級生見てくれてる。道中高とかのさ、同級生がいる前でさ、こんにちは、ケチロでーす。はずYouTuber だけどそればっかりははずい。いや、確かに僕そっち側に、まあ、なったら多分同じことは思います。そうだよ、ここが頑固チームの主催工房とかな。あとは下の年表、下の年生活費電力、うん、スクール、あ、習字教室、習字教室、あ、このスタジオインフィニティってあの高都市ランドでやってた、うん、なんかやってましたね、うん、ダンスの先生とかに教えてもらってダンスとか習ってみて、習ったこと一回もないからさ。ああ、緊張しちゃいます絶対。するよ。僕らそれこそ20代前半だったんですけど。だって100% 先生年下じゃないですか。いや、そうだよね。いや、勝手なイメージですけど。いや、そうだよね。そっか、俺今20歳の体で喋ってる。そうだよね、俺36だった。ぜひね、僕を見て36に見えないとか、え、もっと若いのかと思ったみたいなコメントお願いします。モチベです。モチベ大事ですか。でも見えないですけどね。気使われた。いやよくプライベートで言われるじゃないですか。ね、見えないねって言われるじゃないですか。ね、ありがたいです、それで見てもらえるのは。振りながら歩いてたらもうすぐだ。意外とありますよ、まだ。いや、でもなんかあっという間です。あっという間。あれ、ここサイクリングロード。あ、ここサイクリングロード。サイクリングロード、すげえ。このサイクリングロードの雪かきって誰やってんだろうな。市がやってんのかな。いや、市じゃないですか。でも明らかになんか個人でやってるような感じではないですけどね。
海道もね3日に1回くらい大雪が降るみたいなこう謎の天候が続いてる、うん、だけど去年よりはまだ少ないのかなって勝手に思ってるけど、うん、あの去年のあのドカ雪から比べたら、いや確かに全然多くはないですけど、そうだよ、去年のねドカ雪の動画は概要欄に貼ってますので、はい、そちらもぜひねご覧になってください。今年と去年を比べるにはちょうどいいとこがあった撮りましたね忘れてましたで、多分その動画だと思うんだけど、駅馬車のママさんにケンジロ、あの動画面白くないあ、なんかたまたまあれですね、その前の動画と道が被ったんですよ、確か本当に、まっすぐダメで面白くないけどですよね素直にね、まっすぐこう感想を言ってくれるママさん僕も大好き。ママさんコメントください。完全これ身内動画。またホームビデオになってます。僕も一応公園でここで僕野球やってました。僕野球でもキャッチボールとかだけだけど。うんうん、広いですね。結構広くて、あそこ本当に野球のその。マウンドとか、ホームベースがあったりとかして、まあ少年野球用だけどね、うん、まあでもキャッチボールくらいだったらちょうどいいっすか、うん、皆さん大好き、ほっかほっか亭、俺めっちゃ好き、セブンイレブンの裏に一度撮影させてもらったことあるプリモさん、プリモさんね、はい、イタリアのめちゃめちゃうまい、めちゃめちゃ美味しかった、ね、めちゃめちゃ美味しかったよね、ホールの方もね、シェフの方もすごく愛想がよくて、またぜひ行きたいですね。あとはあれだよね、古本屋さんっていうのかな、アスカショップ、アスカショップ、あとは買い取り、買い取りと薬局、薬局かな、あれ薬局じゃなくて薬房って書いてある、あれも薬局じゃなくてあれか、その漢方とかが売ってるお店だ、名前によって違うんですかね、分からん、何なんだろう、分からん詳しくあの続きますのでが一文字違うだけで意味合いが全然変わるとか結構あるよ、うんうん、老人ホームなんてあったんだね、本当だ、やっぱさ俺らってこの辺基本車でしか通んないからさ、うんうんうん、間違えて見ないよね、意外と視聴者さんも同じこと思ってるかもしれない、うん、そうだよね、まあ、この辺に住んでる人はまた話は違うのかもしれないけど、まもなく国道274号線入ります、やっとっすね、はい、ちなみに僕の地元厚岸に行くためにはこの274号線をとにかく走ります、ずっとまっすぐなんです、ずっとたまにこう左に曲がったりするけど基本まっすぐ、何時間かかるんですか、下道だってどのぐらいだろうね、6時間かかるんじゃないかな、えらい長いこと下道で帰ってないから忘れちゃいました、まあ、基本高速っすよね、やっぱそう高速だね、しかも道東の方に行けば行くほどセイコーマートしかないです、うんうん、なんかそういうイメージあります、でもセコマートね、好きなんでねセコマラバーだ、ね、この辺かな、この辺、はい、ということで今回ダーツが刺さった場所は厚別南の274号線の通りですね、このカメラの裏にガソリンスタンドがあったりスープカレーのサマさんがあったりね、ここ一番屋さんがあったりとかいう場所でしたもう寒くてよだれを拭いてとまあ今日もねダダしゃべり動画となりましたが、ダーツの旅厚別をこの動画を見てね、厚別こんな場所があったんだっていう知ってもらえればいいかなと思います、次回のねダーツの旅第13回もお楽しみにしておいていただけたらなと思います、それではまた次の動画でバイバイ、274って言うんだよ